小江戸川越、蔵造りの町並みを江戸から受け継がれた出汁が行く。東京では見ることができなくなった出汁による天下祭りだ。川越市市政施行100周年、あの絢爛豪華な江戸絵巻が3年ぶりに川越の町によみがえる。およそ370年の歴史を誇り、江戸の天下祭りの様式を現代に伝える川越祭り。城下町の総鎮守である川越氷川神社の例大祭と神幸祭、それに続いて氏子衆を中心に行われる絢爛豪華な出汁行事だ。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて2020年、2021年と2年連続で中止。川越市市政施行100周年を迎えた2022年、3年ぶりに開催された。埼玉県南西部に位置する川越市、江戸時代には城下町として栄えていた。幕府で重要な地位を占めていたのが川越城主松平伊豆守信綱。信綱は市内を流れる荒川の支流新河岸川から江戸への舟運を整えた。これにより川越商人には富を、川越の町に江戸の文化をもたらしたのである。さらに信綱はその頃江戸で始まった天下祭りを手本に、川越の町で祭礼を起こすことに着手した。江戸時代の慶安年間に当時の川越城主でした松平信綱公が氷川神社にお祭りの道具を寄進されました。そのお祭りの道具を使って、賑やかな、祭礼を行ってほしいという、要望に応えまして、氷川神社からおみこしの行列が街中を出ることになりました。そのおみこし行列の後、氏子町内のさまざまな出し物が出ていった。これがお祭りの始まりです。その後各町の出し物というのが今のまさに出しの形に整えられてきたというようなことになります。1800年前半に作られた祭りの番付を見ると、江戸を除いた武蔵の国で最上位に位置していることから、川越祭りは当時から広く知られていた祭りであることがよくわかる。370年の歴史を紡いだ川越祭りは、江戸天下祭りの様子や風情を今に残す貴重な祭礼として2016年ユネスコ無形文化遺産に登録された。毎年10月の第3日曜日とその前日に開催される川越祭り、絢爛豪華な出汁が祭りを彩る。神話や歴史上の人物の人形や華やかな飾りで彩られた出汁はそれぞれに個性があり、各所自慢のもの。多くの出汁は江戸系川越型と呼ばれるもの。二層構造となっていて、人形を出し入れできるように上下に動く。これは城の門をくぐり抜けるための名残で、江戸から伝わったものとされている。また出汁の多くは林台が360度回転する回り舞台となっている。参加する出汁は全部で29台。毎年およそ半分の出汁が運行されるが、川越市市政施行100周年の今年は全29台が引き回される。10月川越祭りの1週間前、町ごとに商店街の軒下や街道に沿って紅白の飾り幕をかける軒場揃えが行われる。あらかじめ町内を清め、祭りの準備を整えるのである。また出汁が行き交う蔵造りのメイン通りは
信号機や道路標識が可動式になっている。山車の往来の妨げにならないようにするための措置だ。祭りの前日は朝から雨。川越氷川神社では創建当時から続く例大祭が執り行われた。氏子の繁栄を願って宮司が祝詞を上げ、巫女が舞う。夕方には祭礼始めの儀として三花町の祭僚が拝殿に集い、笠を渡された。祭りを迎えられることを感謝し、期間中の安全を祈願する儀式である。祭り初日朝6時、川越の町に時の鐘の音が鳴り響く。そして一番太鼓の演奏。山車の引き出しの際には鳶による木遣りが歌われる。鳶頭の拍子木を合図に山車の引き回しが始まった。初日の午前中は町内引きが行われる。この町内引きでは、これまでお祭りに貢献してきた方の家の玄関正面に山車を向け、林連は思いを込め演奏を捧げる。午後になると、川越の町は3年ぶりの祭りを待ち望んだ多くの人たちでにぎわった。午後1時、神幸祭が川越氷川神社を出発。およそ370年前から変わらず、現在の山車行事の原型となった伝統行事である。先ぶれ太鼓が鳴り響く中、氷川神社の氏子総代が続く。氷川神社の神様が乗られた神輿が城下町を巡り、人は町の幸福を願う。行列には詩人鬼、猿田彦、獅子頭が続く。そして信綱の鬼神道具にも含まれていた二鬼の神輿。宮司は神様の巡行をお守りする役目。そして行列の最後尾を務めるのは五姫。氏子十花鳥の山車は行列を迎えし、後に従いながら音もする。神幸祭は今では幻となった江戸の天下祭りの行列を思い起こさせる。神幸祭の途中、氷川神社の宮司が馬を降りて向かったのは連雀町にある熊野神社。川越市市政施行100周年の今年、神幸祭のルートが拡張されたことで、由緒ある神社同士の交流が実現した。本日川越氷川祭り神幸祭に行きまして、氷川神社宮司様をお迎えしお参りしていただくことになりました。その旨よろしくお願い申し上げます。こちらは川越市が保有する山車。
市内出汁を持たない町の林連が出汁に乗り、子供が綱を持ち、多くの人に祭りの魅力を感じてもらっている。みんなと協力するのが楽しかった。重かったけど、いい経験ができたなと思いました。夜になると見物客が道を埋め尽くす。そして夜の出汁巡行、本川越駅前には多くの見物客が集まった。ここで始まるのが引っかわせ。出汁と出汁が出会った時、お囃子が叩き合いを繰り広げ祭りを盛り上げる。引っかわせに勝ち負けはなく、お互いの町の元気を見せつけ合う。しかしコロナ禍での開催となった今年は、声を上げて盛り上がる引っかわせは行わず、挨拶程度とした。3年ぶりの川越祭りはこうして1日目を終えた。2日目、川越の町に夜が明ける。鐘の音が鳴り響き、お囃子が祭り人を目覚めさせる。例年は川越祭りの2日間、沿道には1200店を超える屋台が出店されるが、コロナ禍の開催のため会場に4カ所の屋台村が設けられ、およそ260店舗が出店した。午後は18台の山車による巡行が行われた。市役所前から蔵造りの町並みを山車が順番に巡行する。人々は武将や神話をモチーフにした人形を乗せた絢爛豪華な山車の栄光に魅了された。2日目の夜、川越祭りはハイライトを迎える。各山車が目指すのは蔵造りの町並みの南に位置する本川越駅前、そして北側に位置する札の辻交差点だ。各所で山車同士が出会い、祭り人のエネルギーが最高潮に噴出する。今年は新型コロナの影響により川越祭り本来の醍醐味を見ることはできなかったが、川越市市制施行100周年の今年、3年ぶりに無事に祭りを開催できた祭り人の思いは大きい。もう貯めてたものを全部解放するような感じで、すごく楽しめましたし、すごく感動した2日間でした。3年間待って本当に良かったなという、できたこと自体をやっぱり喜びたいなという感じですね。いろいろ心配しましたけども、もう始まっちゃったら、なんか元に戻ったなって感じで、いつもと同じようにできました。すっごい楽しかったです。あ、これだって感じですね。興奮してましたね。やっと戻ってきたっていう感じがして、なんかもう この時間を楽しもうっていう感じでした、常に。もう歓喜は待っております。
丸2年ぐらい全くお稽古なしで過ごしてきたので、まあ、久しぶりの川越祭りちょっと成功するかどうかちょっと私たちにも分からなかったんですけれども、それでもこんな大々的にできて本当にもう言葉が出ません。やっぱ自分の地元の宝だなっていう感じがしました。やっぱすごい誇りに思ってます。自分が生まれ育った町ですごい大きな祭りやってて誇りですね、はい。川越市市制施行100周年の節目の年に3年ぶりに開催された川越祭り。この町は祭りに勇気づけられ幾度も前へ進んできた。その原動力は時代を超えても変わらない祭り人たちの思い。小江戸川越はこれからも祭りとともに時を超えていく。